はいどうも皆さんこんにちは、ストリートインストラクターの井川直輔です。思いっきり噛んでしまいましたね。はい、今日は、サム・イフ、それから2回にわたってなんですけどサム・イフスやっていきたいと思います。とりあえずサム・イフっていうのは、考え方としては、コーヒーが何杯売れたかとか、何杯じゃない、コーヒーがいくら売れたかとか、紅茶がね、どれぐらい売れたかとか、そういうあるものに対してどれぐらい売れたかっていう合計を出す非常に便利な関数になってます。で、まあ、カウントイフ、カウントイフスしました。なので、サムイフに関してサムイフスもあります。今日はですね、ちょっと長くなってしまうので、サムイフからいきたいと思います。考え方は非常に簡単です。ので、まあ、ちょっとね、早くなるかもしれないですけど、頑張ってついてきてください。はい、では画面切り替えたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい、それでは早速やっていきたいというふうに思います。はい、今まずこういうデータベースがあります。A 列に日付、B 列に名前、そして C 列に所持金というふうになっております。はい、で、要は今僕が何をしたいかというと、アースキンという人が、ちょっとこう、今日は日付は関係ないので、これはサムイフバージョンの方で使いますので、今日やることは、アースキンさんが、どんだけのお金を持っているのかということをちょっと、考えてみたいというふうに思います。はい、アースキン、アースキン、アースキンというふうにずっと並んでいて、横に所持金が並んでます。で、このサムイフ関数っていうのは、マグロがいくら売れたか、タイがどれだけ売れたか、ヒラメがどれだけ売れたかって言って、その物の名前に対して何かしらの合計を出すときに使う関数なんですね。で、今、アースキンさんの何かしらの合計、つまり所持金の合計を知りたいということで、こういうデータベースがあります。当然名前がこれアースキン、アースキンっていうふうに並んでると使い物にならないので重複を削除したのがこちらのバージョン。はい、今日全部で、登場人物108人います。さすがにですね、私のキャバでは108人の、名前は考えれなかったので、クラシック音楽の、作曲者から名前をパクっております。はい、アースキンという方が何を作曲したかちょっとよく僕私わからないんですけれども、じゃあちょっと行ってみたいと思います。まずこれマクロでやったらどうなるか、ほいと、とあーバ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 ーと一瞬で出ます。はい、これはマクロバージョン。じゃあ関数バージョン、行ってみましょう。関数バージョンというのはこういうふうになってます。まず、集計関数の基本的な考え方っていうのは、ダッとどっか選択するんです。ダッとどっか選択、そして、キーとなる言葉を見つけるっていうことなんですね。ちょっと、いいですか、皆さんちょっと今頭で、こう思い浮かべてください。まず範囲があって、そこはもう全部ダッと列ごと選択する。そしてキーワードがあって、そこは1セルだけちょっと、ね、こういうふうに1セルだけ検索するっていう風な仕組みになってます。いいですか。まず数式いきます。まあ、手で打ち込んでもいいんですけど、今私がダーッといってちょっと選択するっていう、その言葉をイメージするために、今私が使いたいのはサムイフという関数です。はい、このサムイフ関数選択します。そうすると集計系の関数っていうのは範囲って聞いてきます。範囲はダーッと選択するんです。いいですか。範囲はどこよって言ったら、ここ、つまりアースキンがっていうところなんで、ここです。はい、列ごと選択しちゃいました。ここ固定しておきます。動くと困るので絶対参照ですね。前回の動画でやりました。じゃあ検索条件って何言ったら、アースキンがこれ、もう一回いきますよ。この範囲の中にアースキンって何人いるのっていうふうに言った場合に、ここじゃないだ。これ、よいしょ。こう。の、
これも、ずれたら困るので、中間参照っていうふうに、しておきます。まあ、正しいこう意味合いではないですけど、アースキンがどんだけ金持ってんのよって言うんだから、この所持金のところをまたあと選択、はい、515円と出てきました。もう一回やってみますよ。いいですかね。はい、数式を選択して、集計系の関数っていうのは、難しい言葉では言わなくて、必ずどっかの範囲と何かしらの検索条件があるはずなんです。はい、使いたいのは、SUMIF 関数。はい、範囲はどこって言ったら、まずここですよ。はい、ここにアースキンが何人いるかわからないので、アースキンという言葉が出てる列をダッと選択します。はい、で次にアースキンを見つけます。はいはいはいと、ね、で、合計範囲、アースキンの持ってる金額はどこなのよ、よっと、はい、出ました。これも全部ダーッとやると、はい、同じようになりますね。はい、で果たしてこれとこれが同じなのかといった場合には、皆さん、結構前の動画でやりましたよね。疑う上司は if 関数でやっつけろと。おい。b の2と c の2がイコールの時は、丸。そうでねえ時は、×と。はい。これで括弧でくくってあげますと。はい。ここも範囲を、ここの範囲なんですが、これは下に下がるにつれて、2がどん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 3、4、5って増えていくの、増えていってもらわなきゃ困るので、これは相対参照にしておきます。はい、はい、全部が丸になってますよね。見逃したかもしれません。じゃあ、適当に、相当をかけてみましょう。まあ、他の相当もあるんですけど、ちょっと分かりやすくね。はい、相当かかりました。ただ、ここには丸しかないということが分かるので、関数と VBA が、弾き出したものは同じということになる。はい。はい。今日やることはたったこんだけのことで。はい、じゃあ、VBA のコードを見てみましょう。はい、VBA のコードはこのようになっております。SUMIF なので、これですね。はい。ちょっと今日もすみません。コメントはつけてはいません。考え方は一緒なので、この考え方ってカウント、if のマクロのところで僕なりにめちゃくちゃ詳しく、コメントをつけたつもりですので、それと対照してみてほしいですね。分からなければコメント欄に質問等をいただければ私の方で、回答随時改造させていただきたいと思っております。はい、肝となるのはここワークシートファンクションサム if、はい、で、was、ワークシートの B 列、つまり皆さんがダーッと選択したところですよね。はい、ワークシートさんの B 列と、セルの、1カンマ1というふうに、i カンマ1というふうになってますので、ここですね、ここのが一致して、はい、それで、バスの、ランジの C、レンジの C なので、ごめんなさい、ここの合計を出せというコードがここになっております。はい、このね、コードで、一番重要と なるのは、覚えてほしいのは、Excel で使う関数っていうのはワークシートファンクションで、ほとんど使えるということですね。ワークシートファンクションで使えるということ。それから一番覚えてほしいのは範囲の指定の方法。この Max Row、セルズローズカウント A、エンドカッコ Excel アップドットローっていうね、
A 列の最後まで、A 列の最後までということ、そして、この4の、ループで回してやるっていう、ここのことを、ずっと覚えていただきたいなというふうに思っております。はい、簡単でしょってね、簡単では、私はこのサムイフ関数と出会った時っていうのは、もっともっと違う関数を使ってました。だいぶ前にちょっと紹介させていただいたんですが、サムプロダクト関数というもので、それを何個も何個も組み合わせてやっていくと、まあ遅い、本当に。ところが、サムイフ関数っていうのがあって、ああ、便利だなっていうのが分かったので、式もすごいシンプルになったっていうのを覚えております。ので、皆さんもサムイフ関数を使って、集計ね、早くしていただければなというふうに思っております。はい、じゃあ今日はこの辺で、失礼したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回はサムイフ関数について説明をしたいと思います。サムイフよりもサムイフスの方を現場では使ってますので、そちらもきちんと理解していきましょう。ご質問等ございましたら、コメントの方に、どんどん、書き込んでいってください。高評価などいただくと勝手にモチベーションが上がって頑張る気になれます。はい、近いうちと言いますか、今週中にまた、サムイフスの方は上げたいと思いますので、楽しみにしておいてください。興味あればチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。はい、ではストリートインストラクター井川直輔がお送りしました。どうもご視聴ありがとうございました。失礼いたします。